キース・タンディは、ケンタッキー州、ホプキンスビル出身の元アメリカンフットボール選手、コーチ。現在 NFL のタンパベイバッカニャーズに所属し、コーチを担当している。現役時代のポジションは、コーナーバック。ウェストバージニア大学では2009年に先発に、昇格、61タックル、4インターセプトを挙げた。2010年には、 カンファレンスのファーストチームに選ばれた。2011年には64タックル、4インターセプトを挙げた。3シーズン先発を務め、13インターセプトを挙げた。ドラフト前にコーナーバックとして、スポーティングニュースからは19番目、NFLDRAFTSCOUT.com からは27番目と評価された。 2012年の NFL ドラフト6巡でタンパベイバッカニアーズに指名された。5月14日、バッカニアーズと4年契約を結んだ。同じ日に大学時代のチームメイト、ナジー・グッドもバッカニアーズと契約を結んだ。タンディとグッドは親友で2012年のイースとウエストシュラインゲームには共に出場している。このシーズンは9試合に出場した。 2013年は16試合に出場し、うち5試合に先発。3つのインターセプト、1回のファンブルフォースを記録した2014年は15試合に出場し、インターセプトを1回上げ、2015年は14試合に出場し、2回のサックを上げた。2016年は初先発となった第13週のサンディエゴチャージャーズ戦では、試合終了間際で、 フィリップリバースのパスをエンドゾーンでインターセプトし勝利に貢献した。2018年にバッカニアーズからリリースされ9月10日にアトランタファルコンズと契約するも12月4日にウェーバーにかけられた。2020年よりフルス・バッカニアーズのアシスタントスペシャルチームコーチに就任した。ありがとうございます。